Hi guys! Welcome to Hot Reddit!Hot Reddit へようこそ司会のあゆみです。えっと、動画撮るの久しぶりすぎてめっちゃ気まずいんですけど、頑張ります。落ち着かな。落ち着きます。えっと、このチャンネルではあのアメリカ発祥のめっちゃアメリカへ大人気の Redit っていう SNS に投稿された こうクレイジーでホットなアメリカや海外での,あの事情を日本語に訳してシェアしていきたいと思いますデリットに載ってる事情がすんごい面白くてこのチャンネルを立ち上げたきっかけが夫婦私国際結婚していてその夫婦であのキーチェーンを作っているんですがそのキーチェーンを作っている最中にこう手作業やから あのなんかこう音楽とか面白いポッドキャストとかを流したくてでその時に見つけたのがレディットを呼んでいる人たちあのもうただただこう面白い投稿をただただ呼んでいるんですねその人たちはそれをこう日本のみんなにもシェアしたいっていうシンプルな願いから <laughs> このポッドキャストをあの作ることになりましたでまあポッドキャストって言っても YouTube とかでも あの流していくので、まあ、みんなに見ていただいたら嬉しいです日本語おかしいと思いますがお許しくださいもうほんまに日本語使うことなくなったから久しぶりやからあの文法とか全然間違ってると思うしこの投稿たちはあの私と友達のメイあのアメリカに住んでる友達の日本人のメイ 2人でで頑張ってて訳してるんですけど二人ともちょっと日本語が荒れているので、まあ、全然間違っていることもあるかもしれないんですけどこう気軽にラフにあのポッドキャストをしていきたいと思います。私あゆみの自己紹介をさせてもらうんですけど私は、えっと、日本の兵庫県神戸市生まれで18歳の時にアメリカに 来ました大学に進学してこっちにえその時からずっと今まで今25歳なんですけど今までずっと結構アメリカにいてで両親がベトナム人なんですねだから、まあ、国籍は私ベトナム人なんですけどに生まれも育ちも日本やからもう全然日本人やなーって自分では思ってるんですけど。 それもあってこう言語に興味があるんですねだからこれは私の <laughs> このポッドキャストはあゆみのこの何て言うのパッションしてしたかったことをこう日本語に訳してみんなに何かをシェアするっていうしたかったことをこうやっとできるのがめっちゃうれしくて楽しみですでこれからもいっぱい載せていくので皆さん応援してください なんか多分キャラ全然めっちゃ変わるので <laughs> よろしくお願いしますそこら辺もこっねそう国際結婚したんですよね2020年に3年前そうでから結婚して日本アメリカには6年ぐらいいて夫は,夫はハンガリー人でベラと言いますあのもう多分これ今見と人は友達達ちやから多分みんな知ってると思うけど ラブラブで幸せな生活をしています。とまあこんな感じで関西弁と英語がちょっと混ざったような変な日本語で話していくんですけど <laughs> 面白いと思うのでよろしくね。ということでホットレディット始めていきたいと思います。 えー、ここまで聞いてくれた皆様あのこの出会いにほんまに感謝していますえっとこれからも頑張っていくのでフォローとかシェアとかしてくれたら嬉しいですよろしくお願いしますそれではエピソード0はここでおしまいなんですけど第1話目エピソード1を今から撮っていくのであの次の次の何動画 or ポッドキャストに飛んで